はい、皆さんこんにちは。ユビズ東北センターのフジャンです。皆さん今日も元気に指人形を集めていますでしょうか。前投稿した動画で結構ね、好評をいただいています戦隊の指人形を紹介するという動画なんですけれども、あの動画を投稿した時にまだ所持していなかった最新ヒーロー、さあその名は騎士竜戦隊竜ソージャーですね。その救い人形を私も手に入れましたので、今回はそれを紹介していきたいと思うんですけれども、戦隊ヒーローはですね、もう放送と同時にすぐに救い人形出るので、非常にそれはね、ハングリーな我々にとってはありがたい、そんな戦隊なんですけれども、さあ今回の竜ソージャーもなかなかかっこいい出来ですね。こんな感じで竜ソージャーのデザインというと、やっぱり特徴的なのはそのメンバーカラーと体半分がシルバーっていう、ちょっと斬新なデザインで非常にかっこいいんですけど、歴代の恐竜戦隊たちって基本的にデザインが豪華な戦隊多いですよね。僕中でもまあ恐竜じゃ特に好きなんですけども、アバレンジャーは世代でしたね。で、10レンジャーも人気ありますけれども、やっぱり恐竜っていうのはいつの時代になっても人気が高いモチーフですよね。はい、というわけで竜ソージャー、竜ソーレッド、そして竜ソーピンク、竜ソーグリーン、竜ソーブルー、竜ソーブラック、この5人で騎士竜戦隊竜ソージャー。このメンバーカラーは恐竜じゃと同じですね。イエロー不在ということで、まあ、チェンジマンもイエローいないんですけれども、ちょっと変わった編成ですね。もう追加戦士の情報が出てるんですけれども、その追加戦士もね、ゴールドが出るということで、そちらの救い人形も非常に楽しみにしております。さあ今回の竜ソージャーなんですけれども、全体的なこの救い人形の特徴といたしまして、体のバランスがちょっと細身でスラッとしてる、これが特徴ですね。まあ、前作のパトレンジャーとかも似たようなバランスなんですけれども、でも昔のちょっとずんぐりむっくりした救い人形たちと比べると明らかにスマートになってきましたね。でもそれでいてちゃんと高さとかも結構あって、ボリュームが感じられる救い人形となってますので、非常にこれはかっこいいですね。うん、戦隊ってちょっとデザインが寂しい戦隊もいるんですけど、これ竜ソージャーは豪華なのでね、一人一人だけをこう撮っても、これライダーとかで一緒に飾れるくらいのこう豪華さを持った、そういったデザインだと思います。はい、というわけで今回はこの竜ソージャーの救い人形をご紹介したんですけれども、まあ前のね、戦隊の指人形を紹介する動画でもお伝えした通りなんですけど、残念ながら戦隊の指人形というのはデュオージャーでもう今一旦ストップしちゃってるんで、それ以降の戦隊っていうのはこういった救い人形でしかゲットできません。でね、まあ、ライダーとかもそうなんですけど、番組が終わってしまうと在庫がなくなってきてね、高価になっていくっていうのが特徴ですね。特に追加戦士なんかはなかなか数年経ってから集め直すっていうのはちょっときついんですよね。そういった特徴がありますので、ぜひ放送中に手に入りやすい時にですね、手に入れることをおすすめします。はい、というわけでこの東北支部は今後戦隊もね、どんどん力を入れてご紹介していきたいと思いますので、皆さんの好きな戦隊をもしかしたらご紹介するかもしれません。さあ皆さんも一緒にレッツ救い人形指人形ライフを送っていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。